最近、秘境駅や秘湯ならぬ秘湖が注目されているのをご存知でしょうか。例えば北海道では北海道三大秘湖や新北海道三大秘湖などが指定されていて知名度が上がっています。今回はそんな日本の秘湖の中でも行くのが不可能に近い秘湖を12個紹介しながら、各湖の船員やアクセス手段、その湖に関する豆知識などを詰め合わせてお届けします。日本一ヒグマに遭遇するエリア、知床沼。この湖は北海道羅臼町に存在する面積 0.038 平方キロメートル、水面標高920メートル、せきとめ湖で淡水の湖です。この湖は知床半島の先端に位置します。知床半島は人の立ち入りが制限され、自然が保護されている地域で、この沼までアクセスする林道はおろか登山道すらありません。この湖を訪れるには道なき道を歩きつつ、川の底や海岸線の歩行、松明のやぶこぎを行う必要があります。時には海の中を歩く場合もあります。最短ルートの入り口である相泊からは徒歩で6時間半、近くの町である羅臼町からは車と徒歩で7時間もかかります。また知床半島はヒグマの超高密度生息域で、北海道の中でも最もヒグマが生息しているエリアであり、ヒグマ遭遇の危険と隣り合わせです。そのため野営はヒグマ出没の危険性や自然保護の観点から基本的に許可されておらず、往復13時間、徒歩で日帰りする必要があります。どうしても野営がしたい場合、知床沼の湖畔に4人用テント3張り分の指定区域がありますが、区域はかなり狭いため大人数での利用はできません。このようにあまりに秘境すぎる知床沼、北海道一の彦なのは間違いありません。ちなみに生態系や水の流入元、流出先など全容は全く解明されていません。2、1970年代まで未発見だった春串宝湖。この湖は北海道釧路市に位置する面積 0.11 平方キロメートル、水面標高445メートル、船員は不明で淡水の湖です。この湖、1970年代に人工衛星によって存在が発見されるまで未発見だったのです。現在では日本で最後に発見された湖となっています。しかし地元住民には存在が知られていて、1920年の地理院地図には春串宝沼との表記がありました。発見後も水の流入元や流出先など全容は全く解明されていません。湖には山々から水が流入しますが、流出河川はないことが分かっています。この湖へのアクセスも困難です。湖近くの北海道道222号から砂利道の春串宝林道を21キロ片道1時間程度走行すると到着します。近くの主要都市釧路市からは車で片道2時間半弱かかります。ちなみに春串宝湖や林道周囲はヒグマの高密度生息地で、徒歩や自転車でのアクセスは危険性が高いです。車でのアクセスでも砂利道の状態が悪く、四駆は必須です。また携帯の電波は通じず、携帯を使うことはできません。さらに冬季は除雪されないため、冬に春串宝湖に行くことは困難に近いです。そんな険しい道を走った先に秘境感たっぷりの湖が待ち受けています。春串宝湖周囲にはエゾライチョウ、エゾシカなど多くの鳥獣が生息していて、動画春串宝鳥獣保護区に指定しています。地名の由来はアイヌ語でエゾマツを表す春句と鳥の鳴き声を表す下からを組み合わせた地名です。下からが鳥の鳴き声を表すのは
鳥の鳴き声が下から下からと聞こえたためです。3. ハートレイク豊二湖。この湖は北海道えりも町に存在する面積 0.3 平方キロメートル、水面標高260メートル、泉源は氷河湖で淡水の湖です。石屋製菓の CM で豊二湖のハートの形が放映され、一躍有名になった湖で、形からハートレイクもしくは馬蹄のように見えることから馬蹄湖とも呼ばれています。故に彦としては非常に知名度が高いです。アクセスは今回紹介する彦の中では比較的容易で、近くの国道336号から林道を約10キロ30分程度走行すると到着します。近くの主要都市帯広市からは車で2時間半弱かかります。しかしこのエリアもヒグマの高密度生息地で、徒歩や自転車でのアクセスは危険です。車のアクセスも砂利道の状態が悪く、四駆の車は必須です。湖には糸魚やマスが生息し、釣りスポットですが、前述した通りヒグマが生息しているため釣り人の姿は少ないです。4. 北海道三大彦東雲湖。東雲湖は北海道上士幌町に存在する面積 0.04 平方キロメートル、水面標高810メートル、泉源は河口湖で淡水の湖です。この湖は十勝平野の北限、然別湖の奥に存在します。北海道三大彦にも数えられ、三大彦の中で最も到達が困難な湖です。この湖、そもそも直接の連絡路が存在しないため、これから紹介するアクセス法は東雲湖を近くで眺められる東雲湖展望台までのアクセスです。展望台までは然別湖南端道道85号線交点から徒歩2時間、もしくは然別湖をカヌーやカヤック、手漕ぎボートなどで横断し、湖の東端から東雲湖を目指すという方法です。然別湖横断の方が所要時間は短いですが、湖面の波が低く風が穏やかな日でないと湖の横断は難しいため、天候に左右されやすいです。またもちろんヒグマの生息域なので、当然ヒグマ対策が求められます。近くの主要都市帯広市から車と徒歩合わせて2時間半かかります。生態系は豊かで、イソツツジやゴゼンタチバナなどの高山植物、エゾナキウサギやエゾサンショウウオなど様々な生物も生息します。流入河川がない割に生育に多くの水を要する吉野群落があり、水位が下がり続けており、近い将来湖自体が消滅すると言われています。5. 女人禁制の地大鳥池。この湖は山形県鶴岡市に位置する面積 0.4 平方キロメートル、水面標高966メートル、泉源は関留湖で淡水の湖です。東北一の彦です。山形県新潟県境にある伊東岳の北、山形県側に存在します。アクセスは非常に困難で、粟滝ダムから徒歩3時間半でようやく到着します。近くの主要都市鶴岡市から車と徒歩合わせて5時間で到着します。その神秘さと秘境っぷりから、古くから女人禁制の地とされ、女性の立ち入りは禁止されていました。また滝太郎伝説と呼ばれる幻の巨大魚伝説が伝わっていて、 NHK や山形放送によって調査が行われたこともあります。この滝太郎にちなんで、湖畔にある避難小屋は滝太郎小屋と呼ばれています。泉源は川がせき止められてできた関留湖。ちなみに大鳥池からさらに奥、徒歩30分歩けばさらに秘境感たっぷりの三島池と呼ばれる湖もあります。
6. 関東一の最寒かつ秘境な湖、鬼怒沼。この湖は栃木県日光市に位置する面積 0.134 平方キロメートル、水面標高2020メートル、船員は不明で淡水の湖です。関東一の飛行です。最短ルートである日光市中心部から車で夫婦淵温泉まで1時間半、そこから日光沢温泉を経由して4時間半歩くと鬼怒沼に到着します。つまり日光市中心部から片道6時間、往復12時間もかかります。これ以外のルートとして大清水ルートや金星峠ルートがありますが、いずれも登山道が未整備のため超上級者向けのルートとなります。そんな鬼怒沼ですが、標高2020メートルに位置するため本州ではかなり珍しい最寒月の気温がマイナス10度を下回るエリアで、最暖月の気温も 15.4 度しかありません。アクセスの困難さと本州ではかなり厳しい気候である点から、今回12選にランクインしました。7. 幻の湖、黒池。この湖は富山県南砺市に位置する、面積は不明、水面標高も不明、船員も不明な淡水の湖です。この湖、存在が確認されているだけで湖に関する情報は一切ありません。まさに幻の湖です。林道はおろか登山道さえ整備されていません。アクセス方法は近くの境川ダムから徒歩で約3キロ、片道3時間のやぶこぎです。しかし目印がない山中を小さい池目指してやぶこぎを行うのは困難であり、現地を知る熟練者じゃないと黒池まで行くのは危険です。近くの主要都市富山市からは車と徒歩で片道4時間かかります。今回おもちりはこの黒池の掲載にあたって、さまざまな文献やインターネットを駆使して調べましたが、黒池に関する記述はほとんどなく、写真等の資料もありませんでした。数少ない資料としては国土地理院の調査と富山県による生態系調査の資料を見つけましたが、黒沼まで行った体験談も見当たりません。そんな存在すらも危うい幻の湖、黒池でした。8. 五郎さんが見つけたわけではない五郎沼。この湖は富山県富山市に位置する面積 0.0025 平方キロメートル、水面標高2545メートル、船員は氷河湖で淡水の湖です。この湖は今回紹介する飛行の中でも非常にアクセスに時間がかかります。最短ルートである七倉山荘高瀬ダムから五郎池を目指すルートでも、一般車乗り入れ可能の限界である七倉山荘から徒歩で片道10時間はかかります。近くの主要都市長野市からは車と徒歩で片道12時間もかかります。この池は野口五郎岳付近にあるため五郎池と名付けられました。野口五郎岳の名前の由来は、野口五郎さんが初登頂したわけではありません。山麓の集落野口集落と周囲に岩石がゴロゴロしていたため、それをもじった五郎を合わせ野口五郎岳と名付けました。この飛行部飛行五郎池ですが、日本でも珍しい氷河湖です。つまり氷河によって削られてできた土砂や岩石が野口五郎岳のカール底をせき止めて湖を形成したのです。こうした繊維を持つ湖は世界には多いですが、日本ではかなり珍しいです。1995年にできた新しい湖、ジジダンの天然ダム湖。この湖は富山県黒部市に位置する、面積は不明で水面標高1274メートル、船員は地滑りで淡水の湖です。この湖は今回紹介する富山県の彦の中ではアクセスにかかる時間は短いです。しかし湖形成の経緯が
非常に興味深く紹介したいと思います。まずアクセスから。最短ルートは欅平駅から馬場谷温泉を経由し、この湖へ至るルートで徒歩で約3キロ、片道3時間です。感覚が鈍ってきますが、徒歩3時間も相当やばい彦であることを忘れてはいけません。近くの主要都市富山市から鉄道と徒歩で6時間もかかります。ちなみに欅平まで車でアクセスできず鉄道のみなので注意してください。この湖は1995年にできた新しい湖で、同年に発生した 7.11 水害によって発生した中瀬山の岩盤滑りによって黒部川支流がせき止められ天然ダム湖となりました。貯水量は小さく、決壊の危険性は高くありませんが、大規模な豪雨災害が起こった場合、決壊する可能性もあります。10. 行くには最低でも野宿一泊が必要。水晶池。この湖は富山県富山市に位置する、面積 0.0075 平方キロメートル、水面標高2290メートル、成因は関留湖で淡水の湖です。この湖は今回紹介する彦の中で最もアクセスに時間がかかります。最短ルートである信濃大町駅、七倉山荘、高瀬ダムから水晶池を目指すルートでも、車で行ける七倉山荘から徒歩で片道14時間はかかります。ちなみに七倉山荘から高瀬ダムは許可されたタクシーは乗り入れ可能です。しかし高瀬ダムから徒歩でやはり片道12時間もかかってしまいます。近くの主要都市長野市からだと徒歩と車で16時間もかかります。この池は水晶岳の西麓にあるため水晶池と名付けられました。水面は水晶岳西面の地滑り、黒部川支流がせき止められて湖となりました。北側に進んですぐ近くには同様の原因でできた流晶池も存在します。11. 古代の火山活動によってできた白馬大池。この湖は長野県小谷村に位置する、面積 0.06 平方キロメートル、水面標高2379メートル、成因は関留湖で淡水の湖です。この湖もアクセスが難しく、最寄りの登山口である津ヶ池自然園から徒歩で片道約4キロ、3時間かかります。近くの主要都市長野市からは片道5時間もかかります。この湖は古代活発に活動した白馬大池火山の噴出物によりせき止められてできた火山性の湖です。流入河川はありませんが、周囲は豪雪地帯であり、雪解け水や雨水が流入し池の水量を支えています。池の周囲には黒山椒魚、コマクサ、白山小桜など様々な生物や植物が生息し、豊かな生態系となっています。ちなみに白馬大池は風吹大池に次ぎ、北アルプスでは2番目の大きさを誇ります。風吹大池も彦で、最寄りの登山口から約3時間かかります。この風吹大池も白馬大池火山によって形成された湖です。12. 離島に位置しながら県内最大の湖、大池。この湖は沖縄県南大東村に位置する、面積 0.47 平方キロメートル、水面標高は1メートル、成因はカルスト湖で汽水の湖です。この湖、なんと沖縄県南大東島に位置する湖です。根本的に南大東島へのアクセスが難しいという点から12選にランクインしました。南大東島は飛行機では那覇空港から1時間、近くの主要都市那覇市からは搭乗手続きや空港アクセスを考えれば約4時間もかかります。船では那覇港から14時間半から16時間半、同様に搭乗手続きなどを考慮すれば約19時間もかかります。また飛行機や船舶は
南大東島周辺の荒波、強風、時に台風の襲来によって欠航率が高くなっています。そんな大池、実は沖縄県最大、南西諸島でも自然湖では最大の面積を誇ります。その大きさから大池だけで南大東島の面積の 1.5% を占めます。ちなみに南大東島には100を超える湖があり、沖縄県の面積 0.1 平方キロメートル以上の14個の湖はすべて南大東島に存在します。南大東島に湖が多い理由は、南大東島に広がるカルスト地形の影響です。つまりカルスト地形の窪地に水が溜まってたくさんの湖が形成されているのです。大池は内陸湖かつ閉鎖系水域ながら汽水域です。内陸湖なのに汽水湖なのは地下で海とつながっているからです。その証拠にマングローブの群落地が観察されています。閉鎖系水域にあるマングローブ群落は珍しく、大池のおひるぎ群落として天然記念物に指定されています。いかがでしたか？機会があれば今回紹介した彦に行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 SNS のフォローよろしくお願いいたします。